ホワイトゴールドとは、主に宝飾品として利用される、金を主体とする白い合金である。宝飾品の分野では、頭文字を取って、WG という略号が用いられる場合がある。金属体に刻まれる表記は、K18WG、もしくは、K18 のように省略される場合がある。装飾品としての利用が多く、一般には18金ホワイトゴールドと14金。 ホワイトゴールドが使われる。なお、非金属合金の混合比は重量比を千分率で表す。体積について混合比を見る場合、18金ホワイトゴールドの場合でも金の体積は全体の5割程度である。これは混合された金属に比べて金の密度が大きいためである。脱色用の金属としてニッケルを使用するものはハードホワイトゴールド、 パラジウムを使用するものはソフトホワイトゴールドと特に呼ばれることがある。前者は鮮明な白色だが硬くて加工が難しく、後者は白さは劣るが柔らかいという特徴がある。ヨーロッパではニッケルが金属アレルギーの原因となるため、ニッケルに関するヨーロッパ指令によって合金からのニッケルの溶出量が一定以下に規制されている。日本国内では 特にニッケル含有貴金属についての規制はないがヨーロッパから輸入されるホワイトゴールドジェリーはこのヨーロッパ指令をクリアしたもので成分分析検査によればほぼ5から7%の含有率であるホワイトゴールドはニッケル系パラジウム系とも完全に白色ではない特に漂白剤の含有率が低い場合やニッケルがアレルギー問題で寄付されパラジウムは 相場高騰等の理由で他の金属が添加される場合など黄色みが多く残りその製品が市場に供給され消費者からクレームが殺到した。これに応えて社団法人日本ジュエリー協会ではホワイトゴールドの色相の範囲を定めた。内容は色表示法のうちラボ方式を採用しロジウムメッキの色相を基準値とし E14 までを ホワイトゴールドの色相の範囲と定義している。現在はこの定義に沿って多くのメーカーが材料を用いている。計1 8のみの国印でロジウムメッキがされている製品はイエローゴールドなど他の色調の材料やジャヤのホワイトゴールドの色の範囲の定義から外れている材料の可能性が高い。当初第一次世界大戦ロシア革命によりプラチナの供給が 大幅に減少した際に、その代替品として、パラジウム系ホワイトゴールドが開発された。日本国内では、昭和50年代までは代替材としての認識であった。しかしその後、カラーゴールドが流行し、ニッケル系ホワイトゴールドも加わり、白色の金として認知されて、プラチナとともに白色系の貴金属として評価されてきた。現在、 イエローゴールドよりもホワイトゴールドの方が、シェアが高い。ホワイトゴールドの英単語をそれぞれ日本語に直訳すると、白、金となるが、日本語における、白金は、原子番号78の金属、すなわちプラチナを意味する語であり、両者は全く異なる金属である。ホワイトゴールドを表す日本語は、白色金である。ありがとうございます。